駆け上がってきます。やべえ。レベルも上がらないんで意味がないんで、もうそのままいきます。こっからなんだよね。ロックタイトルはどうせ
で最大のピアス。ここが展開すごいところだね。違う。ああ、これどうやって倒すんだっけ。なんかあるんだよね、倒し方が。最大シュープ、やったね。よし、行ったぜ。シュートフローについて、シュートフローを使うと敵を多重にロックオンし、たくさん敵を一斉に攻撃できます。操作法 R1 を押し続けて L または R で照準を敵に向けてロックオンします。そのまま丸を押すとシュートフロー攻撃を放ちます。シュートフロー技について、技は装備しているキーブレードによって変わります。またマックスまでロックオンするとより強力な技を放ちます。フォーカスゲージについて、シュートフローを使用するとフォーカスゲージが消費され、なくなるとシュートフローを使用することができなくなります。プライズの獲得などでゲージを回復します。